こんにちは。 今回は広島の町中華を食べ歩きしていきたいと思いまーす。町中華食べ歩き1軒目は中区仙田町にある中華料理、一味に行きました。元々は屋台のラーメン屋からスタートした昭和51年創業の昔ながらの町中華のお店です。視聴者さんの中には一味について私より詳しい方がきっと多いかと思います。ひときわ目を引く赤い外観にどこかイニシエ感が漂う佇まいで、店先の 立て看板にはふと足を止めて入りたくなる料理がずらりと並んでいます今現在の営業時間はこちらでお店から1キロ以内なら宅配も可能だそうです場所は広電本社前の電停を下車してすぐの千田通り沿いにありマックスバリューの迎えになりますここです 店内は奥行きがあって細長い作りで、向かいにお座敷のある奥のテーブル席をゲット。まじきりののれんが町中華テイストで変わっちい、卓上には一味だあゆ、酢醤油、胡椒が置かれていて、昆布の佃煮があると人に聞いたんじゃけどもうなくなったんかね。見当たらんかったです。メニューの種類がようありすぎて迷う。ランチもメインと副菜がたっぷりで、いろいろなセットメニューがお値打ち価格。しかも麺類、焼き飯、丼物すべて無料で大盛りにでき。る シングル料金で値段変わらんのがコスパ最強ドリマ夜は絶対必須のウイスキーを頼みつまみになりそうな一品料理の中から串カツと焼き餃子をオーダーしました小さな冷ややっこの突き出しとか酒飲む前提のセッティングじゃしこの時鬼二日酔いで倦怠感やばかったが控え酒で一時的に感覚を麻痺させ元気になったと錯覚やっぱ夜は飲みとなるわ口サイズの豆腐を箸で切って少しずつつまみながら普段よりは 娘の酒をちびちび飲んでいると、インパクト大の串カツ3本と焼き餃子が到着。わんぱくな頼み方でしょう。揚げたて熱々で衣はサクサクして、一言で言えば受話国食感。 って感じ。衣に染み込んだ甘めのソースの味わいから肉質の旨みまで。オール完璧。餃子のタレは自分で作るスタイルで、取った小皿に酢醤油とラー油、ネギを入れます。水餃子か揚げか焼きかで迷っとったら店員さん曰く、焼き餃子おすすめですよ。 もちっとした生地に少し焦げ目の入った皮が香ばしくてバリうまい中の具材は少ないが味はしっかりして野菜あんが甘くて小ぶりなのでパクパクいけてしまう普通ならここでビールなんじゃろうけど類稀な人種ということでウイスキーで KP 串カツと餃子の爆うまコラボでまさに B 級グルメのオンパレードこのクオリティでワンコインでお釣りが来るのは今のご時世お財布に優しい自分の中で餃子ブーム来とったりする 次にシュウマイを頼むと同時に、間髪入れずに2杯目の酒を追加、でかいジョッキで豪快にグイグイ流し込みます。出来立て小ぶりの5個のシュウマイと一緒に、茹でもやしと刻み青ネギが乗っかっています。からしは苦手なのでスルーしよう。蒸したて熱々で、薄皮に包まれたひき肉と玉ねぎから、ジュワッと甘みが溢れ出てきてとってもジューシー。具材に絶妙な下味がつけてあって柔らかい仕上がり、何より酒の当てにもぴ たりゆでもやしは中華風の味付けでラーメン食べたくなる勢い。これがまたシューマイと抜群に合うんよ。中華料理の品数豊富なので何人かできて、いろいろな料理を机に並べてシェアして食べても楽しそう。一味は何を頼んでも大当たりの安定の味で、何度でも通いたくなるお店の一つです。この足で帰り流れ川行って一杯引っ掛けたくなってくる。と、のんべいのたわごと、締めのメインディッシュはラーメン ととチチャーハンか天真丼か天天丼迷った末に美味しいと評判の天丼をチョイス香り高い湯気とたっぷりのあんかけが食欲をガンガンかき立ててくれます。天津卵をレンゲできるこの瞬間が地味に楽しい。濃い茶色のあんは醤油ベースかな知らんけど、とろみのあるあんに分厚い卵とご飯のバランスがよくめっちゃ美味しい。酸味が少ないタイプなので油っこくも辛くもなく甘くて家庭的な優しい味わいで 食べやすかったですただものじゃない卵はしっかり焼いてあって割と分厚く食べ応え抜群で硬くもなくふわふわでもないちょうど良い塩梅これなら大盛り注文すり良かったお利口さんして酒は控えお冷やを飲みますまだ天津丼食べたくなったらここに行くしかないという一味でしか味わえん唯一無二の絶品でそうじて昔どこかで食べたような懐かしい味でしたごちそうさまです いっぱいになったー。 一味って本当に良かったし、どの料理もめっちゃ美味しかった。町中華食べやりき2軒目は南区宇品5丁目にある中華料理、極楽亭に行きました。<あ>店先の色あせたショーケースのサンプル品がザ、町中華といったラインナップで、これからいただく料理の期待値が上がるビジュアルです。日替わりサービスランチが11時から2時までお値打ち価格で提供され、出前もテイクアウトも可能な投資営業のお店です。場所は 宇品5丁目の伝定そばのローソンから1本入った筋を直進すると四つ角の右側に見えてきます途中左手に宇品ショッピングセンターなる古びた商店街を発見こんなとこあったんじゃん中に入ると壁に貼られたメニューの多さに圧倒されてね店内は洒落た感じではないが大衆中華っぽい庶民的な雰囲気で味わいある店好きじゃけ完全ゾーンに入っとりました中でも特におすすめラーメン1位の極楽麺がネー まだ極楽王女をとうないけどこれにしよう。価格を見るとどれも1000円以下とかなりリーズナブルで、ラーメンと餃子ライスや焼き飯などセットメニューも豊富。焼き飯に決まり。当店おすすめのメニューがたくさんあって、麻婆豆腐や酢豚もええけど創業40年以来の一番人気の焼き餃子を注文。酒類に加え酒に合うおすすめ料理もあります。広々とした店内でカウンター席とテーブル席、半個室もある 運よく半個室の六人掛けテーブルに座れました待つこと数分で着丼した極楽ラーメンは麺玉品んくほど衝撃的で極楽なのに悪魔すぎるビジュアルチャーハンはお玉で丸く固めてあって四百円で餃子10個は得した気分この三点セットの破壊力は半端ない何よりこのミンチの量レ下五杯分くらいがてんこ盛りミンチ入りラーメンとか初めて見たし具材は細もやしと刻み青ネギといったシンプルな な構成ミンチのあんも溶け込んでいます電源に美しく流れ込んでくるスープは広島では王道の豚骨醤油ベースで奥深いけど薄くてサラッとした甘めの味わい麺は癖のないストレートの細麺で中華料理店の黄色い麺と違ってパキッとして湯切りもしっかりしてありそう麺リフトの持ち上げも非常によくずるっと進れる喉越しの良さは最高片めの茹で加減でコシのある細麺がスープとよく絡んで箸が進みまく さらに麺の量多めなとこもポイント高い。ただあんかけミンチが混ざると中途半端な味になるしんちいらんのんじゃないかと個人的に思う。代わりにチャーシュー入れるかミンチなしの純粋な広島ラーメンがええかなって。伝統の焼き餃子をお店が提供したタレにつけて食べると、もちっとした皮にニラなど野菜入りで肉汁が体の中に浸透。一口サイズであっさりなのでペロリといけて、サイドメニューや酒のつまみにも最適な、長年のこだわり の詰まった味わいでした。ダイス言っとくかって。ところにチャーハンがジャストミート一見インパクトはなく地味でシンプルだが、すんごく上品な薄味で注文を受けてから作るので、熱々ホッカホカそう。極楽ラーメンには小さなハムが入っとったよ。ノーマルな普通のラーメンの場合、1杯500円とリーズナブルで良心的。価格。餃子と焼き飯を交互に食らうと相乗効果でうまさ倍増どうもあんかけミンチが受け付けんで。スープ

ケーキパイもコーヒーあんぱんも美味しそう。直感でシュガーレーズンを購入しました。会計は100円ぴったり。パセいら前の外でこれ。 食べます器用な手つきでラッピングを取り外すとシュガーレーズンが現れたしっとり柔らかな生地にたっぷりのレーズンが入っていてほんのり甘くていい感じコスパの良いパン屋さんなので買い物や用事ついでに広島カレーパン研究所に立ち寄って小腹を満たすのも良いですね今回の町中華食べ歩きにおいて中区千田町にある中華料理一夜寺と南区宇治那五丁目にある中華料理極楽亭を紹介してきました食べ歩き を通して皆様と共に思いを分かち合いつながっていけることに喜びとやりがいを感じますこれからもいろいろなグルメ情報をお届けしていくのでチャンネル登録がまだの方は忘れないよう今のうちに登録よろしくお願いいたします気軽にコメントもじゃんじゃん待ってます最後までご視聴どうもありがとうございますそれではまた別の動画でお会いしましょう